日本数码影像企业爱普生堪称基业常青的典范。当时大概谁都没有想到，一个诞生于1942年的手工手表作坊，会在20年后发明出全球第一台小型电子打印机 EP101。爱普生一名也因为 EP101 而生，他也牢牢地把握住了这个产业的机会，不仅保持着大比例的市场占有率，更以此为支点，紧跟时代需求迭代，既有产品。半个多世纪后，爱普生的产品线已经辐射到喷墨打印、视觉交流、可穿戴设备、机器人等等多个领域。现在已经枝繁叶茂的爱普生，如何考量中国市场，对未来的变革带来的挑战又有哪些准备？爱普生中国有限公司总经理申时明红做客财经对话，与我们分享爱普生的精耕故事。其实讲到爱普生，很多人第一会想到的是打印，还有一些投影的业务。但是我们最近看到爱普生最新发布的一个新的品牌口号的时候，其实里面涵盖了很多领域，比如说这个商务办公、创意，还有家庭教育等等。这些新的方向跟战略是基于一个什么样的诉求或者是洞察而设定出来的？エプソンの強いコアテクノロジー、コア技術をこの最大限に活かせる市場、またお客様に商品を開発しています。例えばですね、エプソンの強いコア技術というのは、インクジェットヘッドであったり、またプロジェクターに搭載している 3LCD のコア技術があります。この技術をにエプソンの我々が価値をつけて、どこのマーケットお客様に対して一番その喜んでいただけるか、価値が提供できるかということを考えて、今回我々はそのプロジェクターやプリンターだけではなく、いろいろなその分野、市場や用途にですね、我々の商品を提供していきたいというふうに考えて進めています。我刚刚提到的这几个领域当中，特别有一个领域是关于家庭教育的。但是刚刚您提到的爱普生的这两个核心的技术，究竟是怎么跟家庭教育这个场景相结合的？ちょうどこちらにですね、この新しい新製品があるんですが、これは主にあの本当にホームご自宅でですね、宿題のテキストを打っていただいたり、家族の写真を打っていただいたり、そういうことをやっぱ我々は期待をしてですね、ホームマーケットにこの商品を今回、提供しています。一番のその我々の強い技術がどこに生かされているかというと、こちらにですね、大きなインクタンクがあるんですが、約6000枚から7000枚の、プリントができます。インクを変えなくてですね、つまりその家庭でもそのプリントに関するコスト、プリントコストを気にせず、こう宿題のプリントを打っていただく、そういうことをですね、我々そのお客様の価値としてですね、提供していきたいというふうに思ってます。で、プロジェクターについてはですね、やはりプロジェクターはの一番メリットっていうのは、こう大きな画面で物を映せるんで、やはりその学校ですとか塾のその授業にですね、こう使っていただいて、それもただあの映像を映すだけではなくて、先生と生徒がこうきちんとお互いにこう会話ができたり、インタラクティブできる、そういう機能を提供して、学校の、授業やその先生の教育の質を上げていきたい、そういうものに貢献したいというふうに考えています。这个投影刚刚您提到互动性，它究竟是一个什么样的互动性？那爱普生在这方面跟其他的相比有什么样的优势吗？ですね、インタラクティブのエプソンの強みですけど、我々はあの2つのインタラクティブの機能を提供しています。一つはですね、もうプロジェクター、我々の商品プロジェクターの中にで、まあ、中にというかプロジェクターにですね、そのインタラクティブ機能を搭載しているんで、そのホワイトボードや黒板、ここにですね、その機能を持たなくても、インタラクティブ機能が使えるっていう、そのプロジェクター側に全部あるっていうことですね。ただし、やっぱお客様によって やその先生によってはですね、やっぱホワイトボード側にあった方がいいっていう方もいるんで、こちらはあのこちらの中国のですね、パートナーの方とですね、こう一緒に協業して、そのソリューションも提供しています。つまりエプソンの強みというのは、お客様がインタラクティブ、どういう形でそのインタラクティブの機能を使いたいかっていうのに対して、こう選択肢を持ってですね、提供できているっていうことが強みだと思っています。
爱普生这些年有没有其他的类似于这种针对中国的本土化的情况的一些方法或者是一些策略、一些合作跟研发的经验？一番いいのはですね、一番いい事例がですね、このホーム用のプリンターですね。今学校の宿題は、先生からですね、生徒のお父さんやお母さんにその微信でこう送られるんですね。それで微信で送られた後、やはり そのスマートフォンからこの何も簡単な操作で直接プリントアウトするしたい、これがやっぱお客様というの要望なんで、私どもの今回のこの商品は、WeChat プリントということをやっぱ前面にこの訴求というかね、アピールポイントにしています。これもやはりテンセントこの WeChat というプラットフォームが中国では非常にその有名だし、一番もうデファクトで使われているんで、そのプラットフォームに合った商品を提供するっていうのがやっぱ中国市場や中国のお客様にやっぱ喜んで使っていただける一番大事なポイントだと私は思っています。这些年来中国其实有一些初创企业或者是一些相关技术的公司，技术发展的也很快啊。那作为爱普生怎么来看待现在中国的企业技术的发展？那未来像日企在中国是以这个技术作为竞争优势的，那在将来是不是技术依然是最核心的竞争优势？怎么看待这个竞争、合作跟挑战？どちらかというと競合というよりも、これからはもっと中国ではその中国のプロジェクターというか それの周辺機器とかソフトウェアをそのやっぱ開発しているこの会社とですね、もっとやはりしっかりこう協業したり、コラボレーションしていくのは私は大事かと思っています。エプソンはそのプロジェクターという 3LCD という技術を搭載したプロジェクターのハードウェアは、シェアは非常に高いんですけど、これからはやっぱそのお客様によって要望や要求違うんで、それはやはりエプソン全てでやるわけではなくて、やはり中国のこのパートナーともっと親密に、パートナーシップを組んでですね、お客様にこうプリテクターとそのソリューションを提供していきたい、そういうふうに考えています。那其实在一个新的时代，有很多的行业传统的一些产品也会受到影响，比如说我们的这个打印机，现在大家可能更多的用手机啊或者是平板电脑来看一些文件，有很多人就不会选择把它打印出来。那您觉得未来这个趋势会有所逆转吗？它可能会有一些什么样的机会点？还是说打印在现在的这个数字时代，它就是会有一定的发展的局限性？エプソンのプリンターですけれど、一番大事なのはエプソンがその強いプリントするコア技術を持っている、インクジェットヘッドを持っているんですね。でこのインクジェットヘッドっていうのはその家庭やオフィスで使われている普通のプリンターだけではなくて、我々のヘッドっていうのはどんなインク、どんな、液体でも飛ばせるっていう強いこうメリットがあるんで、これからはそのもっと工業用途にですね、そのもっとインダストリーの分野に我々のヘッドや商品を展開することで、やっぱアナログからデジタルへのプリントをということで、もっとこうマーケット大きくなるでしょうし、我々 そのビジネスチャンスというのはもう計り知れないほど広がると思ってます。でまたそのオフィスについてもペーパーレス化とかね、こうマーケットでは言われていますけれど、なぜペーパーレス化になるかなって考えますと、やっぱ印刷コスト、プリントコストがやっぱ高いんですね。で今度我々はやはりこの、インクというかこのプリントコストを気にしないで使っていただくということで、やはり大きなインクタッグを用意したり、で逆にその環境配慮という意味では、まだ中国には市場投入というか上市してませんけど、ペーパーラボという新しいそのマシンも作ってます。それはどういうものかというと、紙を再生する機械なんですね。ですからその循環型経済というか、その会社の中の循環に対して我々はソリューションを提供することによって、コストを気にせずにもっとプリントをしていただく、そういう環境を提供していけばですね、プリンターというビジネスがこの規模が下がっていくということはなくて、まだ逆に、もっとこうビジネスが広がるチャンス、
まだあると思いますし、エプソンがそのチャンスをしっかりねこう作っていけると私は思ってます。其实爱普生其实是有这样的一个传统的，就一开始是做手表，后来可能又做打印，然后后来还研发这个小型的机器人。您在最开始提到，其实就是把这个核心的技术应用在不同的领域当中，但是具体在整个发展的脉络当中，这些不同的板块是怎么样互相融合，但同时又保持独立的呢？一つの具体的な例を話すと、このエプソンという会社は一番最初はこの腕時計、時計を作る会社でした。この時計を作る段階でやはりその非常に精密でまたすごい小さいものをこう作るっていうことで、我々は一番最初にロボットを作ったのはその我々の時計を作るために自分たちの手でロボットを作ったんですね。それはやっぱその小小性というその小さいものを作るというそのエプソンの DNA でこれをその人だけではなくロボットでもその均一な品質で作る、でこれがですね最初ロボットを作った理由なんです。でそういう意味でその例えば時計という事業からそれをさらに、成長発展させるためにロボットを自分たちの工場のために作って今こう改変してます。であとは、そうですね、基本的にはその我々のコア技術というのも、まあ先ほど申し上げたインクジェットヘッドがあったり 3LCD があったり、こうきちっと組み合わせて商品化をして価値を出していくということをやっぱ基本的に我々のビジネスのコアになっていますから、やはりそのコア技術というものをこう組み合わせる、ここがですねやっぱエプソンとしてのそのなんていうのかな、各事業との関係性だと思いますね。はい。